皆様こんにちは、数学ラブです。余弦一次連立方程式型整数問題を数学するということで、今回はこちらの問題を解いてみましょう。ちなみに私は学校では習わないようなことも含めた面白数学動画を投稿しています。また就職活動中の大学生の方や転職を考えている社会人の方のお役に立てるよう SPI の動画を投稿したり、数学問題解法の豆知識をショート動画として投稿しています。よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いします。問題です。 A、B、X、Y は A 大なり B 大なり X 大なり Y の自然数で、 AX たす BY イコール11、 AB マイナス XY イコール10の時、 A、B、X、Y の値はいくつですか？答えは4、3、2、1です。ではなぜそうなるかを見ていきましょう。 AX たす BY イコール11の両辺を2乗すると、 A 2乗 X 2乗たす2倍の ABXY たす B 2乗 Y 2乗イコール121、AB マイナス XY イコール10の両辺を2乗すると、 A2 乗 B2 乗マイナス2倍の ABXY たす X2 乗 Y2 乗イコール100となります。この2式を足すとこの真ん中の項が消えますので、 A2 乗かける B2 乗たす X2 乗たす Y2 乗かける B2 乗たす X2 乗イコール221となりますから、左辺を因数分解すると A2 乗足す Y2 乗かける B2 乗足す X2 乗イコール 17×13 となります。よって A2 乗足す Y2 乗イコール 17、 B2 乗足す X2 乗イコール13、または A2 乗足す Y2 乗イコール13、 B2 乗足す X2 乗イコール17となりますので、あとは ABXY の大小関係を見てみると、 A 大なり B 大なり X 大なり Y の自然数ということですから、求める ABXY というのは4、3、2、1となります。いかがでしたか？今回は余弦一次連立方程式型整数問題について考えてみました。この動画に対するコメントやご質問、ご意見などもコメント欄から受けたまわっておりますので、気軽にお寄せください。 Twitter もやってます。そしてこの動画がいいな、面白いなと思われた方は高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。